皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデラインオスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ポケットモンスターソウルシルバー実況プレイのパート23、前回スベジムを攻略いたしまして、8枚目のバッジを入手して、これで、こちらの地方での、バッジは全て入手した状態になります。これでいよいよね、ポケモンリーグへ挑戦する権利を獲得したわけですけれども、宇津木博士から連絡が入りまして、何かいいものが手に入ったということなんで、これから向かいたいと思います。で、空飛ぶでね、パッと移動することもできるんですけれど、せっかくなんでこっちの45番道路を、進んでいってみようかなと思います。そうだ、スプレーの効果まだ消えてねえや。今切れた。大きな玉、あれ身を超えられて練習しなきゃいけないぞ。別にここでさ、今後捕まえてメンバー交代とか考えてないけど、アイテム入れました。あら、そろそろ道路おしまいかな。46番道路。うわー、めんどくせー。絶対これ手持ち全部リスってっていうパターンじゃない？一体くらいゴロンとかさ。
マジで全部失礼だしね。多分全部レベル低いっていうね。新しいポケモンは見つけられず、集めたってすごいじゃない。さあさあ博士が待ってるよ。お久しぶりです。いやナベ君、ほんと君にはびっくりさせられちゃうよね。おかげで僕の研究もはかどっているよ。これは僕からの気持ち、ぜひ使ってよ。マスターボールを手に入れた。ナベはマスターボールをボールポケットにしまったと。そのマスターボールはどんなポケモンでも絶対に捕まえられる究極のモンスターボール。ポケモンの研究を認められた人に贈られるものらしいけど、僕より君の方がうまく使えると思うからね。ナベ君にあげるよ。ところで、さっきこの研究所に綺麗な舞妓さんたちがぞろぞろ出てきたんだ。ナベ君のことを探してるって言ってたな。ナベ君、噂は聞いてるよ。舞妓さんたちのことを助けてあげたんだって。すごいな。みんなのために大活躍だもんね。私も友達としてすごく嬉しいな。舞妓さんたち、園児の下部練習場で待ってるって言ってたよ。 OK、 早速向かいましょう。間違えた。園児、どうだっけ、ここか。おっと、なんで俺は勝てないんだ。弱いからだ。相手はただの舞妓さんじゃないか。見てたのか。そうだよ、俺は勝てなかった。舞妓さん5人抜きなんて簡単だと思ったのに、コテンパンにされちまった。どうせお前も舞妓さんに挑戦しに来たんだろ。ロケット弾を潰したからってあんまり調子に乗るなよ。ここの舞妓さんたちバカみたいに強いからな。さあ行けよ、やってみる。俺は中には戻らない。お前が勝つところなんて見たくないからな。お前ならって思ってるんじゃねえか。よしよしよし、さあ頼もう。ようお越しやす。うちは舞妓の玉を。アンさんとは帰郷の町でお会いしましたな。ルギアを招き寄せるためには正しい心でポケモンと触れ合うことができる、そんな人が必要なんです。うちらはもしもそんな人が出てきはったら、目印となる不思議な卵を渡すようポケモン G 班にお願いしておりました。そしてポケモン G 班から不思議班を通じて卵はアンさんに渡されたのです。せやけど心の清らかさだけではポケモンの力に負けてしまう。ちゃんとポケモン扱えるか、今からそれを試させてもらいます。準備はよろしいか。いいぞ。ほな、アンさんとポケモンの絆の強さしっかり見させてもらいます。
はシザークロスで一撃。硬いけどね、ラッキー。あ、硬い。一撃ではないな、これ。あ、いけるよ、オッケー。よかったー。ヒルシュリアと繋がったら生き残ったからね。もう戦えるポケモンおらんのとすわ。どうせ一人一体としかね、それくらいしか持ってないでしょ。なかなかお強いですな。アンさんにはウブロの森で助けられました。うちが方向音痴なマイコの孔明。アンさんが宿の井戸でロケット班をやっつけて、困っていたガンテス班を助けてあげはったのは、うちがこの目で見てましたえ。次はポケモンで勝負させてもらいましょう。強いですなあ。問題ここからだ。大したものですな。アンさんにはこの場所でロケット班を追い払ってもらいました。あの時は大きに。けどほんまうち強いによ。脳ある女は爪隠す。うちがマイクのたつき。いざポケモンで勝負させてもらいましょう。アンさんもポケモン上手とすな。よしよし。見事な戦いぶりとすな。アンさんには氷の上で背中を押してもらいました。草履で氷をスケートする内賀舞子のさくら。アンさんがリグナナで長老の試験に見事合格しはったのも、祠の外からちゃんと聞いてましたえ。ではポケモンで勝負させてもらいましょう。サンダース、これもタイプ相性はよろしくない。よしザクス。あーちょっと残った。10万ブロック。サンダースとここだけぞ。あーやられた。一気に出られちゃったね。惜しいわ。あとちょっとで勝てそうやったのに。そんな1体抜いたくらいで、ね、勝ったなんて思われちゃ困りますよ。さあうちが最後とす。小金の地下で見かけたアンさん、大層頼もしかったとすえ。地下でもくるくる踊り踊るうちが舞子の小桃。ラジオ塔を乗っ取ろうとしたロケット班を見事食い止めたアンさんの大活躍はほんま惚れ惚れするほどやった。その強さ、今度はうちに見せておくんなはれ。いざポケモンで勝負させてもらいましょう。いやーボイキーなストライク倒れちゃった。血のことここ流れが出てくるのはおそらくあいつだから相性悪いぞ。カワス。まず削ろう。入れ替えればいいじゃん。硬いってか硬いんだよね。HP 高いんだよね。あー強いわ。
べよう。アプリ。ドラゴンタイム。あ、早い。そっか、オーロラビーム。お、耐えた。硬い。あ、でも勝った。よし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 。お見事ですな。うちらの目に間違いおまへんでした。アンさんこそこれを持つのにふさわしいお人。さあ、受け取ってくださいまし。あれは、ミナレの鈴を手に入れた。お姉さん、大きなポケモンの影が渦巻島の海に。あれはひょっとすると。ほな、鍋はん、うちらは一足先に渦巻島へ行ってますぜ。動き出すか、伝説が。では今回ちょっと短いですけれども、ここまでにさせていただいて、次回、丹波シティまで飛びまして、そこから渦巻島に行ってみたいと思います。まあ、伝説のポケモンルギアに会えるんでしょうか。それはまた次回よろしくお願いいたします。はい、ではポケットモンスターソウルシルバー実況プレイのパート23はここまでにさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でまた会いたいと思います。それでは皆さん、また見てくれな。